解説していきましょう。角度の問題ですね、まあ、これもですねちょっと別の動画でも何回かお話ししてるんですけれども、角度を求める問題に長さの情報入ってるじゃないですか。 D が AC の真ん中だよっていう情報が入ってるわけですよね。こういう時には二等辺三角形とか正三角形とかそういったね、角度の性質が分かりやすいもの、例えば二等辺三角形であればね、二等辺三角形見つけた瞬間にここの角度とかここの角度が等しいよっていうのが分かるわけじゃないですか。なのでこういった角度の情報を見つけることができるので、二等辺三角形長さの情報がある時には二等辺三角形見つけられないか、ぜひね注意をしていってください。その上でですねこれらの問題ちょっと見ていくわけなんですけど、まずね一つちょっと性質として覚えておいてほしいものがありまして、外角の定理、こっち側に行こうかな。外角の定理というものがあります。どういったものなのかっていうと、三角形があった時に角度を2つ足した時にこの向か残りもう1つの外側、ここの角度と等しくなるっていう性質があるんですね。足すって書くと逆に分かりづらいかな。よいしょ。こういう状況になるわけです。ここの角度とここの角度を足したら残り一つの外側の角度と等しくなるという、こういう性質があるわけですね。まあ考えてみるとそんなに難しくはないんですよ。例えばですけど、ここが45度でここが30度になっていた場合、180度から45度と45度と30度引き算すると、ちょうどねこれ2つ足して75度ですから、ここ105度ってなるわけです。で今度は180度から105度引けばここの角度が75度ってなって、やっぱりここ足すここ30足す45の75になりますよねというだけの話ね。はい、っていうふうな状況が言えるので、何ができるのかっていうと、例えばこの、三角形ですね、30度30度っていう二等辺三角形があるわけじゃない。ここの、部分とここの部分が等しくなる二等辺三角形があるわけだけれども、ここの三角形 A ほにゃらら D、 名前がないとかわいそうなので E とかってしておきましょうかね。 AED とかっていうふうにして考えていくと、ここで外角の定理使えるわけですよ。ちょっと見づらいかな。こういうふうな感じになっていて、30度30度になってるわけだから残りの外角ここと等しくなるわけですね、足し算したら。なのでこっからここの角度、こっからここの角度っていうのがよいしょ60度だと、こういうふうにね考えることができるわけですね。さあそうやって見ていくとどんなことが分かっていくのかっていうと、今ねここちょうどさ、30度30度っていうのがあって、ここが15度っていう情報もあるわけじゃないですか。でそうすると今度はここの三角形 BDE を見てほしいのね。 BDE ね、 BDE ね、 BDE 見るとどうなってますかね。 BDE 見ると、これもよくよく見てみれば、よいしょ、よいしょよいしょよいしょ、よいしょよいしょよいしょ、でもうちょっと上か、よいしょ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 と、でここが15度になっていて、ここが30度になってるってことは、ここ足すここをして30度になったわけじゃないですか。ここ足すここをしてね、ここ足すここをして30度になったわけでしょ。だから結局ここが15度なわけだから、もう片方のここも15度にならないと足して30度になりませんので、ここの角度も15度になるよってことなわけですね。そうすると何が言えるのかっていうと、またここ三角形 EBD が15度15度の二等辺三角形になるってことが言えたわけですよ。ってことはここの長さも等しくなるわけですよね。さあそういうふうにして考えていくと、だいぶね角度の情報も集まってきて、長さの情報も集まってきました。さあ何をするんでしたっけ。二等辺三角形みたいな三角形見つけることができればね、どん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 等しい角度を見つけていけるわけです。さあ二等辺三角形ここに見つけました、ね、ここに見つけました。他にないかね。他に BE と CD も等しい、まだちょっとこれ離れてるなと。DC と ED、 あこれ長さが等しい、ここの部分があるわけだから、こういう線を引いてあげれば、よいしょ、ちょっと曲がったかな、よいしょ、こういう線を引いてあげると、あ二等辺三角形だってことがわかるわけですよね。さらにどういうことが言えますか。さらにさらにさらにこの三角形 DEC 見てみてください。三角形 DEC、 三角形 DEC どんな三角形ですか、どんな三角形ですか。これはてっぺんの角度が60度になっている二等辺三角形ですよね。ということはということはということは、こいつって正三角形じゃありませんかね。なんでかっていうと、180度があって60度引いて割る2ってすると、ここも60度60度になるわけだから、これ正三角形になるわけですね。きた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 、正三角形になるわけですよ。うわきた、ここほらまたきた、ここにまた二等辺三角形が出てくるわけですよ。
いいですか。じゃあこの二等辺三角形考えていくにはどうしたらいいんでしょうかね。今ここの角度ってどうなってるのかっていうと、正三角形だから60度って分かった。ここも60度っていうふうに分かった。あ、ここ30と60足してるわけですから、ここは90度だなってことが分かるわけですね。同じ理屈で、まあ、同じ理屈じゃないです、ごめんなさいね、こっち側の角度ね、ここが90度なわけですから、当然こっち側も90度になってるわけですよ。ということはこの三角形ってどういう三角形ですかって言われたら、どういう三角形になるんですか。こいつって、こいつは90度の二等辺三角形ですから、そう、直角二等辺三角形ですよね。ということは最後のここの角度何度になります。45度だっていうふうに気づきますので、45と60を足して、あの角度は105度っていうふうに出てくるわけですね。 OK ですかね。さあということで、大切なことは何なのかっていうと、角度の問題で長さの情報が入っているときは、とにかく二等辺三角形を見つけていくと。で今回はね、外角の定理とかっていうのをちょっと使ったわけなんですけれども、まあ、このあたりのね、知識というか、テクニック考え方っていうのをしっかりと身につけた上で解いてもらえたら、意外とね、答え導けるんじゃないのかなと思います。またぜひね、時が経って、時が経ってというかですね、ある程度時間を置いてもう一回ね、解いてみてほしいかなと思います。いい問題ですね。以上です。 Thank you.